オーバーの悲しいくらいの、まあ、イングリッシュバージョンになるわけですが、これは詩は誰がお書きになったんですか？はい、もう今アイルランドに帰っちゃってるね、ジミーっていう僕の親しみがいたんですけど、はい、彼が最初作り上げて、もう1年以上前なんですけど、うん、でそれを今度は今僕はあのメンバーの英語の先生みたいなことやってくれてるローズっていうのがいるんですけど、はい、彼と今度一緒にそれを直して、部分部分作り変えて、あのレコーディングはいかがでした？その結局ね、英語でアマチュアの時はもうずっと英語しか歌ってなかったですからね、まあただその頃やってた英語っていうのはすでにある歌を真似してそれとそっくりにやってればいいだけだったんですけど、今度はモデルがないでしょ、だからすごく大変だったですね。それともう一つはその英語詩に対する詩のレベルですよね、この詩は果たしていい詩なのかどうか、ですごくかっこよく聞こえてても、あの外人聞いたらえらく陳腐だったりね、無内容だったり、その辺がとにかく吹っ切るまで大変だったですね。で歌の方はもう何回も何回も練習すればね、なんとかなるん で,、で詩はやっぱりこの方が良くないかって言っても違かったりしますからね。まあ、日本語というその一つの言葉で捉えて非常にこのいいですもんね、日本語っていうのはね。そうですね、あの雰囲気は分かるでしょ、なんか面白くもなんともない、あこれはいいっていうのは分かるだけでも、すごい楽で、だからこの英語バージョンっていうのもそのさっきのビデオと一緒で、一生懸命やってるんだけど、その見えないとこですごくどう戦っていいか分かんないっていうのがね、同じような問題の中でやってましたね。まあ、あのこういうふうに英語のバージョンをお歌いになると、オフコースアメリカへ進出かとか、アメリカでレコードデビューかとか、いろいろとまたそういうことがあると思うんですが、そこら辺のお考え方はどうなってますか？それはだから僕らが一生懸命考えてもね、僕が契約しないって言えば出ないしね、じゃあ出せばそれでいいのかってもし言うとそうしても、あの売れないでもいいならいくらでも出せると、いやじゃあそれじゃつまんないし、そういうことの繰り返しでここ1年2年があったわけですよ、でまあ、このままただずるずる挫折するのも面白くないし、じゃあ英語で出してどうなんだっていうのもあるしね、その辺も一口では語れないんですけども、いやまあその今言ったようにビデオと同じでね、その英語でやってくる、できたらやっぱり日本語でやりたいわけですよね。ああそれは自分の国の言葉で、日本語で歌っても向こうの人が理解してくれるのがやっぱり一番いいし、そうですね、だからそういう問題も結局あの向こうの文化をこっちがもろ追っかけててね、音楽状況も何もみんなそうでしょ、だからそういう状況が続いてる限りはね、なんかこうもしたまたま出してヒットしたりするでしょ、したとしても、結局単発で終わっていくんじゃないかっていう恐れも鼻からあるしね、でも考えて何もしないよりはその方がまだいいと思うし、それ大きいあの問題いっぱい抱えてるんじゃないですかね。そうですね。でもとりあえず向こうの、まあ、名前の通った作詞家に依頼したりね、そういうようなことはやってますけども、まあ、過去は本当にあのキューちゃんのすき焼き、まともに当たったのはあれだけですよね。あのまあまさに一発ヒットの典型で、日本語でね、そうですね、あれやっぱり日本語でいけて、あのあともしわっと続いてればね、面白かったですけどね。なかなか難しいところですね。今日は小田和正さんにおいでいただきまして、いろいろとプロモーションビデオとか、それからまあ多分実現すれば来年だろうというコンサート、それからその英語のお話とかいろいろとお伺いしましたが、どうもありがとうございました。ミルクティー一杯見事に飲み干しました。小田和正さんでした。ありがとうございました。どうも。